こんにちは、ハーチューです。12月になってから2021年版の週末野心手帳を使い始めましたっていうことをインスタでタグ付けとかストーリーズで教えてくれる人がすごくたくさんいて、とても嬉しく思ってます。で、私ももちろん2021年の週末野心手帳、私の場合は特装版を今自分用に使ってるんですけど、使い始めました。で、ちょっとさっき嬉しいことがあって、今年の週末野心手帳って、今までと違うところで季節のお花がマンスリーページに入ってるんですね。で、これは私と萌えちゃんがどうやったらもっと週末野心手帳をワクワク使ってもらえるだろうっていうふうに考えていて、で、今年から追加したことの一つなんですけど、こうやってね、マンスリー開くとここに、季節のお花が入ってます。で、ここのスペースは全部お花に詳しい萌えちゃんに担当してもらったんですけど、この時期よくヒイラギとかが見られるので、そういうすごくメジャーなお花を出すこともできるんですけど、メジャーなお花もいいんですけど、ちょっとこうお花に関しての見識を広めてもらおう、手帳をきっかけに新しいお花を知ってもらおうっていうことで、今回はシキミアっていうお花を描いてます。で、このシキミアっていう花、私知らなくってググって、で、あ、こういうやつなんだと思ってたんですね。で、インスタにシキミアとせっかくだったら週末写真手帳一緒に写真撮って載せたいなと思って買いに行こうかなと思って、で、その買いに行く前にカフェに寄ったら、そこにシキミアがこうやって飾られてたんですよ。で、嬉しかったからこうやって手帳と一緒に写真撮ったんですけど、お花の名前って別に知らなくても生きていけるというか、まさに今でいう不要不急というか、お花知らなくても飾らなくても全然楽しく毎日過ごせていけちゃうんですけど、でもお花の名前知ってたりとか、季節のお花を飾ってみようとか知ってみようって思うことって、ちょっとだけ人生を豊かにしてくれると思うから、そんな要素を今年から入れてるんです。なので、マンスリー使う時に、あ、なんかちょっと今月のお花は何かなみたいな感じで、帰りにお花屋さんでお花が聞いてみようかななんて感じで役立ててもらえると嬉しいです。で、手帳の話はこれぐらいなんですけど、お花関連で一つ最近買ったすごい可愛いボールペンを紹介させてください。これ植物に見えると思うんですけど、こうやって出すとボールペンになってます。で、このボールペンと入れ物別売りだったんですけど、せっかくだったらこうやって立てて使いたいなと思ってセットで購入しました。でね、私ね、去年ぐらいからこのユーカリっていう葉っぱにすごいハマってて、これもユーカリの一種を、模して作られたペンなんですね。こうやって飾っておくだけでインテリアになって可愛いし、ちょっと何か書き物したいなっていう時はこうやって本当に普通にボールペンとして使えます。文房具をもじったボンブーグさんっていうところの、シリーズで、で、いろんなお花があるんですよ。バラとかチューリップとか、あとブーケとかいろいろあって、で、ブーケとかは多分結婚式の受付とかでお名前書いてもらうときにいいだろうし、その他のやつもこう花束にしてお友達にあげたりとか、いろいろ揃えて飾っても可愛いなって思えるやつで、すごい可愛いのでちょっと紹介したいなというふうに思いました。こんな風にお気に入りの文房具と手帳があったら、書く楽しみっていうのがもっともっとこう深く味わえるのかなと思うので、よかったら手帳の時間、文房具にも凝ってみてください。というわけで今日はすごく軽くですが、手帳と文房具の話でした。ではではまた。